1週間目よりも細くなって、服を着ててもすっきりしてる。骨格が近づけました。はい、張り出しかなりなくなりました。本日は上村あずささんにお越しいただきまして、井上脂肪機のダウンタイムの経過約1ヶ月目をご紹介したいと思います。今回もよろしくお願いします。前回ですね、約2週間目の経過を動画でお伝えできたと思うんですけども、今回ですね、1ヶ月目、2週間目から1ヶ月目の間にどのように変化したかっていうのを皆さんにご紹介できればと思いますので、ちょっと聞いていきたいと思います。顔の顎下とかの脂肪吸引をしたのが初めてで、それだけしかやったことないです。はい、顔はやったことないけど、体はやったことない。ないです。顔はもう痛いと思ってて、みんなすごい腫れたりしてるのをよく見てたから、めちゃくちゃビビって言ったんですけど、全く腫れずに痛くなくて、めちゃくちゃ生活しづらいとかじゃないんかなと思って、今回体もずっと気になってたんで、お願いしたいなって思いました。この腕はどうですかね？一回やってるからあんまり不安はないですかね？顔が一番脂肪吸引でもダウンタイムも緩いっていうのを聞いてたんで、二の腕とか結構あざが出たりとか筋肉痛みたいになるっていうのを聞いてるんで、私今もまだアイドルしてるんですけど、来週とかライブがあるんで、それまでに治るのかなっていう不安はあります。ここ結構掴めるんですけど、こういうとこをしっかり綺麗に取るのがポイントですね。取ってほしいです。こことか、タイトめの色を拭いた時の毛根感気になる方は、ね、こうやっていきましょうね。傷が分かんないところですね。お手の中からやると手を下ろした時に分かんなくなるので、そういったところからしっかりとやっていきますからね。すごい、はい、こんな感じでですね、しっかりとデザインできましたので、やっていきたいと思います。ダウンタイムって2、3日目が一番ピークで、最初の1週間が一番辛いって言われてるんですけど、最初の1週間どうだったか、ちょっと簡単に説明するんですけど、どうですか？2日目に朝起きた時は筋肉痛みたいな感じで、腕が重たい痛さだったんですけど、思ってた以上に楽ではありました。はい、3日目4日目ぐらいにインフルになっちゃって、そっちの方が辛すぎて、腕の痛さよりも熱の方がしんどかったんで、いつもよりかは動けないですけど、思ってた以上の辛さはなかった。1週間ちょっと経って、はい、インフルも治って、はい、その後すぐにライブの予定があったんで、私アイドルしてるんですけど、はい、踊りながら歌ってたんで、はい、びっくりしました。できひんかなって思ってたんですけど、ね、先生も1週間目はまだ無理じゃないみたいな感じだったんですけど、全然できたんで、あとは内出血が1週間目はまだ知らないのがちょっとあったんで、そこぐらい。内出血が引くのが早い人って正直2週間で本当になくなっちゃうんですよ。この部分がちょっとまだあるんですよね、うっすらと。内出血多分出にくい。はい、直角になりましたね。めっちゃ嬉しい。このラインもピシッて揃えましたよね。横付きとかもなく、そう、綺麗でびっくりしました、ライブの動画とか見たら、自分の上半身がペラペラで、めっちゃ嬉しい。効果を感じやすい人は本当に2週間ぐらいから元々の太さより細くなるんですね。むくみも出にくい人とか内出血が出にくい人っていうのは2、3週間で、完成形なのって思うぐらい細くなっちゃうんですよ、なりました。人によってはこれが完成形じゃなくて、1ヶ月とか3ヶ月経ってもっと遅くなるので、はい、もっと綺麗になるんですよ。1ヶ月経って2週間目の時はちょっと硬さとかむくみが残ってたんですけど、1ヶ月経つと腕も柔らかくなってきて、触り心地が全然違うのと、むくみもちょっと取れてきて、2週間目よりも細くなって、結構気づかれるようになってきました。痩せたみたいな感じで、はい、服を着ててもすっきりしてるから、そういう風に聞かれることが増えました。手術前と同じ格好で来ていただいたんですけど、一緒だけどこの張り出しかなりなくなりましたよね。ここが全然違う。写真とか見比べていただきたいんですけど、直角が近づきました、はい、めちゃくちゃ嬉しい。つまむ時も確かに2週間目は硬かった、カチカチだったんですけど、柔らかさが出てきたのかなって思うんですね。もうちょっと柔らかくなってきたのかなって思うんですけども、自分的にはもう完全に柔らかいですか？もうちょっとだけ肘らへんが硬い感じをするんですけど、二の腕の部分がやる前の自分の硬さに戻ってるんで、早いからびっくりしてます。ただその僕が触った感じだと、まあ拘縮はしてるのかなって思うんですね。これでも精通ってたお客さん的に拘縮が出ないと細くなったら感じた方結構いるんですけど、拘縮ってなんか自分的には出てないと思ったら出てる人がいるんですよね。あとは肘のところですよね。むくんだりとか硬さが一番最後まで残ってくるところもあると思うんですよね。重力の影響で落ちてくるっていう意味で、
一番最後に残りやすいってことを知っておいていただければと思いますね。でもこの横の角度でもだいぶ細くなりましたよ、ね、半分ぐらいになったからめっちゃ嬉しいです。なので1ヶ月目っていうのは完成形ではないんですけども、早い人は本当の皮膚と同じぐらいになったんじゃないのかなと思ってしまうぐらい、ほぼ完成と思ってしまう方もいると思うんですけども、まだ実際の見込みっていうのは思って聞いてきて、3ヶ月も本当の完成形だと思いますので、3ヶ月目の計画っていうのをまた皆さんにご紹介できればと思います。楽しみです。今回は上村あずささんにご協力いただきまして、脳内脂肪機能のダウンタイムの経過約1ヶ月目をご紹介しました。今後の経過に関しましてはまた別の動画でもご紹介できればと思いますので、そちらも楽しみにしてください。この動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンを押してお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただきますととても嬉しいです。それではまた、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。